衆議院一区の赤嶺政賢さんです。皆さんこんにちは。私はオール沖縄一区代表、日本共産党の赤嶺政賢でございます。皆さん、先ほどの宜野湾市長選挙で政府は辺野古移設を現在の市長さんに言わせたかったけれども言い切れませんでした。普天間基地の閉鎖撤去を主張して市民の声に押されて、現職の市長は普天間基地、中島知事が安倍総理と約束を交わしたように5年以内に返還してほしいと言いました。期限もあと2年です。尾長知事も普天間基地の閉鎖撤去5年以内大賛成でありますから、現在の宜野湾市長とともに5年以内の返還、総理に求めていこうとこのような決意を固めております。私たちは宜野湾の市長選挙でも獲得したものがあるのであります。そもそも政府は普天間基地の危険性をわからないのか、こう繰り返しますが、あの世界一危険な普天間基地に世界一危険なオスプレイを配備したのは安倍内閣ではありませんか。皆さん、オール沖縄の憲白書には第一に普天間基地の閉鎖撤去、そして辺野古に基地は作らせない、オスプレイは撤退せよ、この3つであります。オール沖縄の力を合わせて、今度の参議院選挙では日本全国でオールジャパンの力で安倍内閣追い詰めようではありませんか。安倍内閣打倒の戦いが辺野古の新基地建設をストップさせることが可能であります。共に頑張りましょう。ただいまの挨拶は一区の赤嶺政賢さんでした。